today. It was a good day. Coach called a great game, and the defense was awesome behind you. Just get ahead and be efficient. Great defense behind you. もう素晴らしい守備を見せた丸山選手、そして澤井選手、そして後には浜田選手のファインプレーもありました。改めてスワローズの守備陣というのはいかがですか？そして今日は打撃も光りました。大人にいる竹岡選手、長岡選手、長竹コンビはピーターズさんにとってどのようなコンビでしょうか？大事です。 An awesome game to play and both games are great plays on the defense and I got this one.守備の面でも素晴らしいプレーがありましたので、本当に頼もしい存在です。さあ、まだまだ神宮での試合は続きます。最後に本命のメッセージをお願いします。頑張ります。そして去年のヒーローインタビューで竹岡さん、
背番号60番は竹岡です、長岡とは間違えないでくださいというふうに答えていましたが、今お二人で私が4人並んでどんな気持ちでしょうか。本当同期で同じポジションで今まで一緒に頑張ってきたので、本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。竹岡さん、最高のコンビでありながら最高のライバルだと思います。今のお気持ちをお聞かせください。めちゃくちゃ嬉しいですし、こういう試合が1試合でも多くできたらなと思います。長岡さん、さあここからまだまだ試合は続きます。長竹コンビの竹岡さん、まずは最後にファンのメッセージお願いします。これからも勝ちに貢献できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。長岡選手もよろしくお願いします。チームの勝利に一生でも貢献できるように頑張りますので応援よろしくお願いします。見事6勝目を挙げ